折り紙でアヤメの花を作りましょう。用意するものは折り紙、色鉛筆、ハサミです。糊もあった方がいいでしょう。まず折り紙を半分に折ります。ちょうど真ん中より1センチ弱下がったところから3センチほど丸く切り取ります。そうしたら開いて黄色の色鉛筆で周りを塗っていきます。特に塗ってほしいのはこの反対側のところ。それからこの両脇、このくらい塗ります。そうしたらこれを2つ折りにします。すると黄色いところが見えてきます。黄色いところが見えるようにまた半分に折ります。で、今度はここを目指して、ここからですね、ここから7、8ミリ離れたところをこう切り取ります。ここまでで止めてください。これを開いてここの部分で下に折ります。反対側もここの部分で下に折ります。この部分を後ろに折り返します。そして尖っている部分を折ります。ここが浮きますので、糊をつけておきましょう。表から見るとこんな風になりました。そしてここに手を入れて折りつぶします。反対側も同じようにします。この部分が浮いてきますから糊をつけておいてください。ここの部分に茎を貼ったり、後から画鋲で留めたりするといいので、ここは貼りません。これでアヤメの花の完成です。茎や葉っぱと一緒に飾るとよりアヤメらしくなります。